こんにちは、クロスケです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの新しいドッキングステーションを購入しました。今回買った製品がアンカー563という製品です。この製品は M1 搭載の MacBook を3台の外部ディスプレイに出力できるということで、発表された時から話題になったアンカーのドッキングステーションの中では最新の製品になるかなと思います。今私が使っているのはドッキングステーションではなく、こちらのアンカーの USB ハブのパワーエキスパンド 6-in-1 なんですけれども、なぜ今回アンカー563を買ったのかという話なんですが、まず一つ目はこのアンカー563を使うと最大3台のディスプレイに出力ができるっていう点です。これがですね、一番の理由です。今私は M2 MacBook Air をメインで使っているんですが、 M1 や M2 の MacBook Air は1台のディスプレイにしか出力ができないという制限があるので、 USB ハブを介してデュアルディスプレイを表示するときはこういったアダプターを使う必要があったので、 USB ハブと合わせて配線が結構ごちゃごちゃしちゃっていたんですよね。この後見ていきたいんですが、アンカー563では最大3つのディスプレイにそれぞれ異なるコンテンツを表示できるという特徴を持っています。2つ目はこちらの製品の方がポートが多い点です。これまで使っていた USB ハブは6つのポートだったんですが、こちらの方はですね、10ポートあるので単純にデスク上での配線をまとめられるかなと思ったからです。3つ目は電源ボタンが手前にある点です。 USB ハブだと挿したら常時電源がつきっぱなしになるんですが、これがですね結構気になっていました。私の場合は都度抜き差ししていて面倒だったんですよね。またドッキングステーションの中には意外と電源ボタンがない製品も多いんですが、アンカー563は操作しやすい手前に電源ボタンがあったので便利そうだなと思いました。はい、それでは早速開封していきたいと思います。まずですね、ドッキングステーション本体はこちら袋に包まれているので早速開けたいと思います。はい、ドッキングステーション本体はこんな感じです。意外とですね軽くて、素材はプラスチックでできているような気がします。叩くとこんな音ですね。はい、それでは内容物をチェックしていきたいと思います。まず取扱説明書類ですね。はい、こちらが電源アダプターです。電源アダプターはかなり大きい印象ですが、本体とですねだいたい同じぐらいかなと思います。続いてこちらが電源コードですね。はい、そしてこちらが USB-C3.1Gen2 ケーブルですね。こちらはアップストリームポート用のもので、ノート PC とドックの接続に使うものだと思います。はい、まず正面なんですが、こちらがですね電源ボタンになっています。その隣にですね LED のインジケーターがありまして、 PC に未接続の状態は消灯しているんですが、接続中は青色になって電源を入れると緑に光るようです。そしてその隣がですねオーディオジャックのポートですね。 3.5mm のプラグに対応していて、ヘッドホンやマイクを接続することができるポートになっています。そしてその隣がですね USB-C3.1Gen1 ポートですね。こちらは最大 30W 出力で急速充電が可能となっています。またその隣はですね USB-3.1Gen1 の USB-A ポートになっています。こちらは 7.5W 出力で Apple Watch などのアクセサリーの充電が可能なポートです。はい、またこの USB-C ポートと USB-A ポートは最大 5GBPS での高速データ転送にも対応しているんですよね。そして左のですね2つのポートですが、こちらは USB-A2.0 ポートです。 480MBPS でのデータ転送用です。こちらはですね充電には対応していないポートになるのでご注意ください。はい、それでは背面も見ていきたいと思います。まずこちらがですね DC 入力ポートです。付属の AC アダプターを接続します。その隣がギガビットイーサネットポートです。はい、ここからが画面出力です。まずはディスプレイポートですが、こちらは最大 2K に対応しています。はい、続いてこちらの HDMI ポートも 2K に対応していて、その隣はですね最大 4K に対応している HDMI ポートになっています。このポート類を使うことで高画質でそれぞれ異なるコンテンツを最大3つのディスプレイに出力ことができるんですよね。そして最後ですね、ここは最大 100W の USB-C のアップストリームポートになっています。こちらをですね Mac 本体に接続する形になります。はい、そしてこのアンカー563の置き方なんですが、横置きでですね使う仕様になっています。底面にはですねゴム足がついていまして、滑りにくいのでデスクの上にこう置いていて、ケーブルに引っ張られたりしてデスクから落ちたりする、こういった心配も少なそうです。はい、それではセットアップをしてディスプレイ出力を試してみたいと思います。はい、つなげてみた様子がこちらです。
無事2枚の外部ディスプレイに表示することができました。この状態は HDMI 端子を2つ使っている状態です。私がですねディスプレイを2つしか持っていないので3枚表示を試せなくて申し訳ないんですが、さらにですねディスプレイポートを使えば3画面表示もできると思います。ちょうどですね今このカーソルがありますけれども、このカーソルを動かしてもですね外部ディスプレイがつながっていることが確認できるかと思います。環境設定でもですねディスプレイをそれぞれ認識してくれています。今このように外部ディスプレイに表示ができていますが、表示するためにはディスプレイリンクドライバーをインストールする必要があります。ディスプレイリンクのドライバーは無料でですね公開されていますので、そちらからインストールをしてください。 M1 や M2 の MacBook Air は外部ディスプレイは1枚にしか出力できない問題をこのディスプレイリンクドライバーを使って解消しているんですよね。2つですね注意点がありまして、1つは解像度です。複数のディスプレイを接続した際は組み合わせによって最大出力がこちらのように決まっています。私はフル HD ディスプレイなので影響はないんですが、 4K のですねディスプレイを使っている方はご注意ください。もう一つの注意点は HDCP の対応です。 2K 対応の HDMI ポートとディスプレイポートは HDCP に対応していないので、 YouTube の有料コンテンツや Netflix などを再生した場合は映像が再生されなかったり画面が暗くなったりするそうなのでご注意ください。はい、ここからは良かった点と気になった点をお話ししたいと思います。まず良かった点ですが、今回このアンカー563を購入する理由でもあったんですけども、これがあれば M2 MacBook Air で複数ディスプレイ表示が簡単にできる点ですね。これまで USB ハブを使ったりプラガブルのアダプターを使ったりしていて配線がですねごちゃごちゃしていたんですが、これで簡単に複数ディスプレイの環境を構築できるようになりました。これだけでも購入に値するくらいの価値があるかなと思っています。本体のサイズもですねコンパクトなので、デスクの上に置いても邪魔にならず、デスク周りのケーブルを整理したい方にも良いんじゃないかなと思います。一方で気になった点ですが、サンダーボルト4には非対応な点です。ドッキングステーションではカルデジットの TS4 やアンカーの別のモデルだとサンダーボルト4に対応していて、最大 40GBps のデータ転送にも対応してたりするんですが、アンカー563は非対応なんですよね。サンダーボルト4のポートのあるドッキングステーションを探している方はご注意ください。もう一つは SD カードスロットがない点ですね。動画や写真を直接は取り込めないので、こういったですねカードリーダー経由でデータを転送する必要があります。はい、今回はアンカーのドッキングステーションアンカー563を購入したのでレビューしました。ドッキングステーション自体購入したのが初めてだったんですが、複数のディスプレイ表示をこれ1台でできるのはめちゃくちゃいいですね。私は仕事用とプライベート用のノート PC を使い分けているので、ケーブル1本を抜き差しするだけで良くなったのでストレスが減りそうです。このドッキングステーションは M1 や M2 MacBook Air との相性が抜群だと思いますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。このチャンネルではガジェットなどをレビューしていますので、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。